委員長。宮本君。日本共産党の宮本岳志です。まず安倍内閣の災害からの復興に対する基本姿勢について、伺いたいと思います。総理は今村前復興大臣の大震災が東北であっちの方でよかったなどという暴言について、任命責任があるとこうお認めになりました。そこでまず端的に総理にお伺いするんですが、今村発言の何が問題だと総理はお考えですか。安倍内閣総理大臣。いわば今村大臣の発言の中においてですね、大変な被害を受けた東北の皆様方のですね、心情、お気持ちを窮せる発言があったということを認識を持ったところでありまして、その中においてですね、私からも今村大臣がその発言を行った会場、懇親会とは別の会場ではありましたが、その同じ会においてですね、謝罪をしたところでございます。委員長。宮本君。今村前大臣の暴言はですね、今回は初めてじゃないんです。4月の4日にも原発事故で避難を余儀なくされている被災者が故郷に帰れないのは本人の責任判断だと、こういう発言をいたしました。しかし総理はその時はかばったんですね。で、今年3月の11日政府主催の東日本大震災6年の追悼式典で、総理ご自身がですよ、原発事故という言葉を一切お使いになりませんでした。そればかりか犠牲となった方々の慰霊塔の前で、復興は着実に進展しているとこう言い切りました。総理、あなたのですね、ご自身の復興に取り組む姿勢にこそ私は問題があると思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。安倍政権においてはですね、東日本大震災からの復興を内閣の最重要課題としてですね、取り組んできたところであります。その際、現場主義を徹底していく、そして被災地の皆様の気持ちに心に寄り添っていく方針でですね、復興に取り組んできたところでございます。今後ともですね、一つ一つ結果を出していくことによって信頼を回復していきたいと考えております。宮本君。全く分かっていないと言わざるを得ません。そもそもね、あなた方は人を見ていないと私は言いたいと思うんです。人数や被害額など数字をいくら見ててもダメなんですね。そういうふうなところに目を奪われるからそういう言葉になる。東日本大震災からの復興には3つの重大問題があると私は思っております。一つは依然として元の生活に戻れない多くの人々が残されているということ。二つはその人々の心が大きく傷つけられ、決して傷は癒えていないということ。そして三つはですね、まさに収束しない原発事故ですよ。なぜそれに一言も触れないんですか。総理の姿勢自身が私は問われていると、これはっきりと指摘を申し上げておきたいと思います。さて、私が2月15日衆議院財務金融委員会で初めて取り上げた森友学園事件は、国民の間に大きな疑念と怒りを広げ、いまだに世論調査を見てもですね、国民の7割8割が納得していないと答えております。また総理は2月の17日党委員会で、この学校の国有地の取得や私学の認可に私や妻事務所は一切関わっていない、もし関わっていれば首相も国会議員も辞めると断言をいたしました。まさに総理の進退にも関わる重大問題だと言わなければなりません。その後ですね、森友学園籠池氏の証人喚問も行われまして、次々と新たな事実が明らかになり、森友学園が新設しようとしていた小学校の名誉校長を務めてきた安倍昭恵氏が、さまざまな形でこの学校に関与してきたことが明らかになってまいりました。安倍昭恵氏は、森友学園の要請に応えて、3回も講演を行っておりますけれども、実はこれは安倍昭恵氏が初めてのから始まった話ではありません。このパネル1を見ていただきたい。一番最初ですね、そもそも2012年
9月の16日、一番最初に森友学園での講演を予定していたのは安倍昭恵氏ではなく、総理あなた自身だった。それはあなたの自民党総裁選の立候補によって実現しなかったけれども、一旦はあなたは了承したわけですね。だからこそ断る際に自ら電話に出て言葉をかけたわけであります。事実を確認いたします。2012年9月16日に総理自身が森友学園で講演を予定していた。これは総理、事実ですね。安倍内閣総理大臣。それは事実でありますが、結果としてお断りをしたところでございます。宮本君。総理はですね、この学校の教育内容がメディアなどで取り上げられ、国会でも問題になりますと、にわかにこの学校において行われている教育の詳細については全く承知しておりませんと、こう答弁をされました。しかし行われている教育の詳細を知らずにですね、講演を引き受けるというのはあまりにも無責任な話でありまして、あなたは森友学園の教育内容を重々承知の上で2012年9月ですね、この幼稚園での講演を引き受けたんですよ。あなたは、妻はとあたかも安倍昭恵氏の問題であるかのように、おっしゃいますけれども、そんなことありません。そもそも安倍総理、あなた自身がですね、当初からこの森友学園を支援してきたのではありませんか。安倍内閣総理大臣。当初から支援は全くしておりません。支援は何を意味しているのかよく承知をしていないんですが、例えば一旦引き受けたことを支援ということかもしれませんが、それは全く支援ではないわけでありまして、それはこの我々ですね、講演をさまざまな方から依頼されます。でそこをすべて承知をしているわけでありませんが、今は総理大臣でありますから、それは相当詳細に調べるわけでございますが、当時は自民党の総裁になる前の一議員としてですね、さまざまな方から依頼され、いろんなところで私も講演してまいりました。誰に頼まれたかはもう、半分以上はですね、覚えてもいないわけでございますが、さまざまな方々から依頼され、今、という声が上がりましたが、それは講演の依頼が少なければですね、そういうこともありますよ。これ相当の数、私も当時、これ依頼をされておりましたから、これ相当の場所においてですね、講演をしてきたわけでございまして、でその方はですね、すでに幼稚園を経営されているということでございましたから、幼稚園を経営しておられますから、それは当然ですね、そういう、ある程度のクレディビリティにはなっていたわけでございまして、これもまさにその時のですね、真実を申し上げているわけでありますが、大体、知人や知人の知人から依頼された場合もですね、講演を引き受けているわけでありますから、いちいちその、教育内容をすべて、知っているということではないということは、はっきりと申し上げておきたいと思います。それはもう宮本先生もよくご承知の通りだろうと、このように思います。宮本君。すべては知ってなくてもですね、中身が分かって承諾したはずであります。森友の小学校の名誉校長に就任する2015年9月5日の講演で、安倍昭恵氏はこれらの教育方針は主人も大変素晴らしいと思っている、主人も時間があれば幼稚園に来たいと言っていると語りました。大体総理自身、今国会2月17日の衆議院予算委員会の時点では、妻から森友学園の先生の教育に対する熱意は素晴らしいという話を聞いていると、この場で答弁をしております。あなたがこの学校を、まさに支援してきた、応援してきた、否定しようのない事実だと私は思います。では森友学園がいかにこの国有地の貸し付けや売却で特別扱いを受けてきたか、一つ一つ、事実を示して議論をしたいと思います。この間私は森友問題で新たな2つの事実を明らかにいたしました。一つは、森友学園の小学校設置の認可を初めて議論した2014年12月18日の大阪府私学審議会の前日、2014年12月17日に近畿財務局が
森友学園に渡した今後の手続きについてという説明資料を示しました。この文書については近畿財務局の職員が作成し渡した事実を財務省は認めております。皆さんのお手元にこの今後の手続きについてという文書を配布いたしました。3枚組でありますけれども、最終的な売買契約に至るまでの14項目にわたる手続きを今節丁寧に説明しております。そしてこの説明資料には1から8まで8種類の別点資料が添えられております。驚くべきことにですね、ここにはすでにほとんどすべての書類が出来上がっております。例えば配布資料の4枚目に添付資料1というものを付けておきましたけれども、見ていただいたら分かるとおり、すでに所在地や面積などが書き込まれていて、あとは日にちと名前を書き入れて印鑑を押せば完成というところまで準備されております。総理、これあまりにもおかしいと思いませんか。総理、佐川理財局長。お答え申し上げます。今委員ご指摘の資料でございますが、私ども国有地の処分をするにあたりましては、処分をその要望する方がですね、国有地の取引の経験に乏しくて必要となる事務手続きを承知していない場合、あるいは要望者が想定するスケジュールが国側が必要とする期間を考慮していない場合などにはですね、要望者が国有地を取得した後に円滑な事業の進捗等に影響が生じるため、財務局の現場におきましては要望者に対しまして、処分方針の決定前において処理方針が確定していないということをきちんと明らかにした上で、国有財産の処分にかかる制度、あるいは必要となる事務手続き、想定されるスケジュールなどを説明することは、各財務局において一般的でございます。それで、本件森友学園の場合ですね、当初貸付で、その後に買い受ける契約を要望しておりました。さらにその土地には、国交省の調査によりまして土壌汚染あるいは地下埋設物が存在してございまして、契約の内容や手続きが複雑となることが想定されておりましたので、先方に対しまして通達上の標準的な様式をもとにして、それまでのやり取りを踏まえた資料により必要な手続きについて事前に説明したものでございます。それで、今委員がご指摘の3枚組の最初にはですね、次のように記載されております。示している資料の各様式は現時点で確定したものではありません。それから大阪府の私学審議会において本件計画が認可適当と更新され、地方審議会の本件支払いを前提とする貸付が適当というふうに後に契約が締結されると記載されておりますので、処理方針が確定していないことをきちんと明らかにした上で説明が行われたものでございます。宮本君。もう質問妨害みたいなことやめてくださいよ。このですね、こういう私学審議会の議論もですね、国有財産審議会での議論も全く行われていない段階で、最終的な売買契約書に至るまでの提出書類が国の役所からほとんど書き込まれた状態で渡されるなどということはありえない話ですよ。そんなものは形式だけではないですよ。その内容も重大です。このパネル2を見ていただきたい。これは添付資料2として添えられていた森友学園が近畿財務局に提出するべき要望書であります。赤い下線部、国有地の処分は売り払いが原則であることは伺っておりますが、このような事情を審酌いただき、下記国有地について10年間の事業用定置借地契約と売買予約契約の締結をお願いいたしますとあります。麻生財務大臣、ここにある国有地の処分は売り払いが原則というのはこれ事実ですね。麻生財務大臣。通常売り払いが原則であります。委員長。宮本君。つまりこの要望書はですね、原則通りではないことを近畿財務局にやってもらうために森友学園側が提出すべき書類なんです。ここに事情を審酌してくれと書いてありますね。審酌というのは辞書を引きますとですね、相手の事情や心情を汲み取って手加減することと、こういうふうになっております。こともあろうに審酌をする側である財務局が
自分宛に信釈を求める森友学園の文書を模範回答のようにあらかじめ書き込んで渡してやる。総理、あまりにも、これはもうあまりにも中身において特別扱いだと、明瞭じゃありませんか。佐賀理財局長。総理、こんなのはもういいでしょ、長いんだから。お答え申し上げます。今委員おっしゃいましたが、私ども25年の9月から公的取得要望を受けておりまして、そこから1年間の間議論しておりますので、当然のことながら先ほどおっしゃられたその土地とか、その場所とかそんなものはもう議論しておりますし、先方25年の9月からですね、貸付を希望してそれで買い受けたいと言っておりましたので、もともとは貸付で買い受けなんです。それから特別なことではございません。これは法令上、国有地は売ることもできますし、貸し付けることもできますので、法令に基づいてやっていることでございます。従いまして、この要望書の今ご指摘の話につきましては、これは私どもがですね、森友学園がですね、これ期間内に買い受けを前提とする貸し付けで定期借地契約をしておりますので、期間内に買い受けできない場合には、更地返還が必要となる定期借地契約とすることによりまして、買い受けの確実性を高めたいと思っております。従いまして、先方がこれを承知していることを明確化、あるいは早期の国有地購入について、先方に認識してもらうということで、早期購入を促すために、改めて要望書の提出を求めたということでございます。宮本君。そんな答弁、本当にやめてくださいよ。静粛に願います。森友学園の籠池前理事長は、去る4月28日、国会内でメディアフルオープンの場で、2014年末、近畿財務局がこの雛形を一式用意してくれたとき、この雛形通りに手続きを進めれば、土地取引はスムーズに動くであろうと思い、安堵したと語っております。佐川理財局長はこれに対して、審議会の前に何らかの見通しを与えたことはないと、こういう答弁を繰り返してきましたけれども、これだけね、親切、丁寧に書類を作って渡してやれば、もう大丈夫だろうという見通しを与えたことになることは明瞭だと言わなければなりません。これ、総理、これ本当におかしいと、あまりにもこの国民から見て、納得できない形になっていると、これはお認めになりますか。佐川理財局長。もういいですよ、佐川さん。財務金融委員会で十分やったじゃないか。先ほどですね、答弁申し上げましたが、委員がご示しの資料には、大阪府私学審議会において本件計画が認可適当と答申され、国有財産近畿地方審議会で本件売り払いを前提とする貸し付けが適当と答申された後に契約が締結されるのと記載されてございますので、当然のことながら先方に油断を持って処分の方針等について述べたことはございません。宮本君。もうそんな答弁で一体誰が納得しますか。二つ目にはですね、私は昨年3月15日、財務省で行われた田村義博理財局国有財産審理室長のと、籠池夫妻との面談について録音された音源データを明らかにいたしました。この音源データについて籠池氏は、私が録音機を胸ポケットに入れて録音したものだと明言をしております。そして午前中の質疑で財務省は、田村義博国有財産審理室長に確認した結果、この音源データが昨年3月15日の財務省における田村室長と籠池夫妻の面談を録音したものであることを認めたと答弁をいたしました。音源データによりますと、面談の冒頭から籠池夫妻は、以前私が明らかにした2015年9月4日近畿財務局9回会議室における森友側業者と近畿財務局と大阪航空局による打ち合わせ記録というものを見せて、財務局の職員がゴミの埋め戻しを要請したことを強く非難し、それを差し上げますと、その打ち合わせ記録を手渡した様子が録音されております。午前中の答弁でははっきりしなかったので、これは事実だけ佐川局長に確認しますが、田村市長は9月4日、この打ち合わせ記録というものを受け取ったという事実を認めましたか。佐川理財局長。
お答えします。音声データの話につきましては、委員のおっしゃった通りで、午前中ご答弁申し上げました。それで、審理室長に確認をいたしました。それで、28年3月に、籠池ご夫妻が、財務省を訪問した際の面談においては、先方2人がこれまでの経緯や地下埋設物などについて、一方的にお話をされ、趣旨がよくわからないことも多かった、あるいはお二人で同時にお話しされることもあって、よくわからないことも多かったということでございまして、全体については9月4日のメモも含めまして、記憶にないということでございます。委員長。宮本君。委員長、記憶にない、そう言ったんですか。佐川理財局長。お答え申し上げます。今申し上げた事情でございまして、要するに本人はですね、近畿財務府から事前に聞いておりました3月11日に出た新たな埋設物についての対応ということをずっとお気にしてございまして、その点について先方がそれについて何とかしてほしいということについて、現場で近畿財務局と大阪航空局で連携して対応するとお答えしたというのが一番重要な点であり、その点についてきちんとした記憶を持っておりますが、その他につきましては、まあお二人がずっとこう一方的にお話をされ、両輪がこうずっとこうご一緒にお話をされたということとなって、全体については、全体詳細、どんなお話があったかについて記憶を持っていないということでもございますし、今委員がおっしゃった9月4日のメモについても受け取った記憶もございませんということで。宮本君。これは重大な食い違いですね。まさに主たる理由だというふうに冒頭から述べているわけですから、私はこれは徹底して明らかにする必要があると思うんですね。録音聞けば明らかですけれども、この9月4日打ち合わせ記録は売買契約前の土地土壌改良工事を担当した中道組がテープから起こしたものであることを語っております。そして籠池氏はこの打ち合わせ記録を示した上で、下から8番目の近畿財務局の発言を読み上げ、参拝度処分が通常の10倍では到底予算がつかないが、借主との紛争も避けたいので場内処分の方向で協力をお願いします。これ2月の24日に私が読み上げたのと同じところを読み上げて指摘をしております。籠池氏は近畿財務局が埋め戻しを指示したことや、そうしないと契約取りやめになるぞと脅すことまでしたと激しく憤っております。これまで佐川局長は否定をしてきたわけでありますけれども、場内処分、埋め戻し、こういう議論があったことは紛れもない事実ではありませんか。佐川理財局長。前の話です。それを埋め戻したんですよ。その通りなんです。お答え申し上げます。今委員ご指摘の27年9月4日近畿財務局、大阪航空局関係業者の打ち合わせという中で、森友学園関係の建設業者が作成したとされるメモにつきましては、財務金融委員会の委員長からのご指示がございまして、私が近畿財務局の発言として参拝残土を場内処分の方向で協力をお願いしますとの記述があるが、これは事実かと、当時の担当者の統括官に私が確認をいたしました。当時の統括官は27年9月当時、そうした工事内容について打ち合わせを行っていた記憶はある、ただし業者に対して産業廃棄物の場内処理を求めるような発言を行ったことはなかったということでありまして、この点につきましては閣議会で私の方からご答弁しているところでございます。宮本君。この録音データですね、音源データが示す昨年3月15日の田村義弘国有財産審理室長と籠池夫妻との面談内容は極めて重大な意味を持っております。それはですね、この田村義弘国有財産審理室長こそ、その4ヶ月前の前年11月に安倍昭恵夫人好きだった谷紗恵子氏を通じて、この国有地の借地料等々について財務省に問い合わせ回答を得たその当人だからであります。田村義弘室長は私の聞き取りに対して2015年11月頃、谷紗恵子氏から電話で問い合わせがあったこと、その際谷氏は安倍昭恵夫人好きの谷紗恵子である旨を名乗ったことを認め、この電話が安倍昭恵氏の関係者からの問い合わせである事実を当時認識していたと証言をいたしました。そしてその問い合わせ内容は、この当時安倍内閣が一億総活躍社会の具体策として、特養などの介護施設の国有地の定期借地料を10年間減額すると、こういう政策を打ち出した、こういう新聞報道を受けましてですね、
これを学校に適用できないのかという旨の問い合わせであったと語りました。私がそれが森友学園のことであることはピンときただろうと言いますと、それも認めました。当然のことであります。借地契約で国有地を学校の用地に貸し付けている案件など当時森友学園以外にはないからであります。理財局長、以上の事実は、以上のことは事実ですね。佐川理財局長。関係ない、ファックスの内容言ってんじゃないんですよ。お答え申し上げます。その谷夫人好きからその新聞報道されていた介護施設に適用される定期借地の賃借料についての優遇措置等についての問い合わせがありということで、当時の田村室長に確認をしまして、そこは室長、その問い合わせに対して学校施設は対象外であること、今後対象を拡大する予定もない旨を回答したということで、ゼロ回答で回答しているところでございます。いやいや、宮本武史君、聞いたことも答えてないですよ。私が言ったように安倍昭恵さん、安倍昭恵氏周辺からの問い合わせであるということが認識されたかどうか、そしてこの案件が学校に適用できないかということなのだから、森友以外にないということ、ピンときたと認めてるんだが事実ですね。財務省、佐川理財局長。お答え申し上げます。ちょっと、質問全体の趣旨がよく分かりませんが、介護施設への優遇措置に、介護施設への優遇措置に関する簡単な問い合わせが、ありまして、その点については、こういうことで今その政策としてやってますと。ただ学校施設は対象外であるということで、今後対象をそこに拡大する予定もないということを言ったということでございまして、その総理夫人からの、その何かという話については、本人は、その点について、どう受け止めたのかちょっと今私承知でございません。宮本武史君。本人が答えてんですから事実に違いないんですよ。ゼロ回答じゃありません。結論的には売却されることによって月額100万円以下にまで森友学園の地代の土地に関する負担は下がってるんですから、ゼロ回答じゃありません。それはしかしいいですよ、聞いてないですから。しかしそれはですね、そのやり取りのあったその田村義博室長とですね、この3月の15日に会ってるから、ここでどういう話し合いがされたかっていうことが極めて大事になるわけですね。前年11月、安倍昭恵名誉校長を通じ、潮夫人の谷紗英子さんを動かして受け取ったファックスに問い合わせ先として明記されていたのが田村義博国有財産審理室長であります。そして田村義博室長自身も谷紗英子氏からの問い合わせが安倍昭恵さん関係者からの問い合わせであることが分かっているわけであります。森友学園がこの問い合わせの中身であることも分かっているわけであります。だからこそこの面談で何が話し合われたか、その後証人喚問で籠池氏が私に神風が吹いたと語ったような大きな動きがこの3月15日以降に起こってですね、そして8億2000万円もの値引きがなされ、わずか1億3400万円でこの土地が売り払われたのはなぜなのか、このことが問題になるわけですね。音源データで田村室長は冒頭でこの件の経緯が貸し付け自体特例だったと述べ、結論的には本日夕方にでも理事長の携帯にお電話をして、明日近畿財務局からお伺いをして今後の土壌の処理をどう進めていくか相談をしたいと答えるとともに、我々としては応援の気持ちでやっている、せっかくここまで来たんで相談しながらやっていくべきとまで語っておりますけれども、それは確認をいたしましたか。財務省、佐川理財局長。お答え申し上げます。先ほどのそのファックスによるそのお問い合わせの話でございますけれども、まずファックスの方は冒頭でご希望に沿うことはできないと言っておりますし、賃料につきましては、賃料につきましては私ども不動産鑑定士に依頼をしてそれに基づいて賃料を設定しておりますので、何かそれで負けたとかそんなことには全くなりませんので、適正に設定しているということでございます。音源データ確認したか。それから音源データの話でございますけれども、それは先ほどお答え申し上げましたように、重要な点は
先方が新たな埋設物についてですね、どうにかしてほしいと、早く対処してほしいということを聞いて、その点について田村の方からは、大阪の現場でですね、近畿財務局と大阪公共局で連携して法令に基づいて対応するというふうに答えたというのが、重要な点であるというふうにお答えしたところでございます。宮本武史君、都合のええとこだけ聞いてたらあかんのですよ。全部ちゃんと聞いてくれないとあかんんですよ。私が指摘をした応援の気持ちでやっているという言葉が出てきます。また特例ということも何度も出てきます。そして籠池氏はですね、紹介者に申し訳ない、あの方自身が愚弄されていると思ったから僕来たんです、こんなことしてたら大変なことになると思って来たとまで述べております。私がこの愚弄されたら大変なことになるというあの方ですね、このあの方とは誰かと問い合わせをしたのに対して、籠池氏ご本人は安倍晋三首相のことであると明言をいたしました。総理ね、籠池氏が小学校建設を支援してくれた安倍総理や妻の昭恵氏の関与を匂わせて、案に政治的圧力をかけようとしたことは明らかだと思います。総理ね、それは勝手にやったことだとおっしゃるかもわからないけれども、その道義的な責任について総理はどのように認識されておられますか。安倍内閣総理大臣。私はですね、今何か私が進めたかのようなことをおっしゃってますが、一回も会ったことないんですよ。ただの一度も。普通ですね、一回も会ったことのない人の事情に対してですね、そんな応援しますか。誰が考えたってそんなことはありえないんですよ。籠池氏がですね、いろんなことを勝手にどんなことをやったか、私はそれは承知をしておりません。まあ、しかし、安倍晋三記念小学校という名前を使うことはやめてくれと、強く言ったのにやめなかった。しかし、その後、それをうちの事務所が問い合わせたらですね、それはすぐにやめたと言っていた。それが1年半以上も続いていた。という、そういう出来事があったということを前提にですね、考えていただきたいと、このように思います。委員長、宮本君。去る4月28日ですね、籠池氏は、もう一度このパネルを見ていただきたい、明らかなんですが、あなたも安倍昭恵氏も、決して籠池氏に利用されたというようなものでもなく、むしろ初期の段階から小学校の設置に向けた国有地の取得に積極的に関与してきたと言わなければなりません。去る4月28日、籠池氏は国会内で、財務省との交渉内容について、安倍昭恵氏に、その都度電話で報告していたことを明らかにするとともに、昭恵夫人に名誉校長になっていただいたということが、ある時期から早く土地についてスピーディーに物事が動いたのではないかと述べ、安倍昭恵氏には土地の取得に関わっていただいたと明言をいたしました。総理はこの籠池氏の証言は嘘だとこうおっしゃるんですか。安倍内閣総理大臣。先ほど申し上げましたようにですね、安倍晋三小学校という名前をですね、私としては勝手に使われたんですよ。だってお断りしたんですから。はっきりお断りしていたにもかかわらず、先ほども議論がありましたが、それを勝手にいろんなさまざまな書類にとして使っていたということであれば、これ大問題ですよね。これはある意味では、それを見て私がそれを受けたとそういうふうに思わされることになっていくわけでありますから、これは果たして法令上どうなのかという議論だってそれはあると思いますよ。それはですね、しかしそれは最初にですね、それはなぜ訴えないかと言われましたから、それは総理大臣としては、私はですね、いわば行政府の長としては、告発はしませんということを申し上げてきた通りでありますが、それは大問題だと、これは、それは誰かが、野党の方が指摘をされましたが、それは、そういうことかもしれないと、これは私はこう思うわけでございまして、そういう方がどういうことをおっしゃっているかということについては、私はいちいちは承知をしておりません。宮本君。去る2月15日、私が財務金融委員会の質問で、この問題を取り上げて以来ですね、政府・与党側から進んで何らかの資料が公開されたことは一度もないんです。あなた方は口を揃えて資料は破棄した、そのような記録は存在しない、こう言い募ってきたわけです。2014年12月17日の今後の手続きについてにせよ、2015年9月4日の打ち合わせ記録にせよ、11月17日付の谷佐代子氏からのファックスにせよ、昨年3月15日の面談の音源データにせよ、すべて私や
籠池氏が提示したものであります。つまり神を捨てたと言い張る側が神を提出してくる側を嘘つき呼ばわりし、真面目に調べようともしないというのがこれまでの与党や政府の態度じゃありませんか。読売の4月の世論調査では安倍首相は森友学園への国有地売却をめぐる問題で首相や妻の昭恵さんの関与を否定しています、この説明に納得できますかという問いに 63% が納得できないと答え、朝日の世論調査でも 75% が政府の説明は不十分だと答えております。総理ね、ここをちゃんとこの態度改めないと、この国民の納得を得られてない現状はこれは解決しないと、そう思われませんか。安倍内閣総理大臣。詳しくはですね、局長から答弁を行うとさせますが、今までも答弁をしてきているとおりでございますし、確か参議院の議論でございましたが、西田昌司氏とのですね、やり取りにおいてですね、詳細にこの8億円の原価についての議論があったんだろうと、こう思う次第でございまして、今後ともですね、国民の皆様にご理解をいただくべくですね、答弁をさせたい。でこの後佐賀局長から詳細について答弁をさせたいと、このように思います。宮本君、時間が。籠池氏が嘘をつけば偽証罪に問われる証人喚問の場で述べた以上、それを否定するのであれば当然同じ証人喚問の場で述べていただかなくてはなりません。改めて安倍昭恵氏の証人喚問を要求したいと思います。合わせて今では音源データも明らかになりました。昨年3月15日の面談の内容を正すために田村義弘国有財産審理室長と森友学園の籠池康則前理事長の当委員会への参考人招致を要求したいと思います。委員長、ぜひご協議をいただきたい。理事会で協議をさせていただきます。宮本君。森友学園事件の本質は小学校の設立認可や国有地取得の最初から安倍首相夫妻と松井大阪府知事ら大阪維新の会の勢力が籠池氏らの時代錯誤的な教育直後教育に共鳴し、手に手を取り合って支持と支援を与えてきたことにあります。まさに総理はこれに関与したならば、関係したならばやめるとおっしゃったわけですから、これがはっきりすれば総理の職も国会議員としての立場も潔く辞するべきであると、このことを指摘して、時間ですから私の質問があります。